ようでござる。なんとここはおばあちゃんし道の駅でですね。昨日ねちょっとねバッテリー切れちゃったんだよね、あのデジカメの。なんでこれはエクスペリアですね。はい、もう起きたぞ。取り忘れた。ダム。最初、あ、幸せね。なんかハートっぽくなってますか。じゃないんだね。はい、目覚めの男というところですね。閑散としておりますが、ま、今話題のクマが出るそうなんで。雨降ってますね。トイレ行って次のチェックポイントに行きますかね。はい、国道19号線を走っております。道の駅はね結構10キロおきに、あ、今もすげえない、10キロおきにあたりするので、まあね全国の、まあね道の駅、まあね制覇、まあね仕事、まあね思ってるんでね、まあねまあねまあねそう、まあねまあまあね制覇してデルタだね。まあね、やっていこうかなと思ってさ。まあね、まあね、こんな感じでね。まあね、まあね、まあ今基礎の基礎なんとか、まあね、そんな感じで、まあね、まあまあそんな感じ。基礎のなんとか。雨が降ってまーす。ローソンあった。寄ろうかな、ローソン。うん。はい。ここで、ね、車の中でね、食って、そろそろ帰らないとね。諏訪湖付近ですね。これから峠通って帰りますかね。はい。まあね、午後の3時頃かな。諏訪湖を出て峠行きました。はい、雨降ってんだよね。で、2足はい、3足はい、4足おお、あっぶな、今の。はい、ということでね、北海道みたいですよ。
ね、秩父方面に向かう山道、山の上ですね。多分これ2000メーター以上あるってことで、さっきまで雨ざんざんだったんですけど、結構やりましたね。もう4時44分なんで、早く帰りましょう。はい、おい、いい感じで山々が見えております。あ、もう今20号線をね、ひたすら、まあ、東京の支部に走っていく感じですね。到着は9時半ぐらいかな、今7時ぐらいですね。あと25分ぐらいかな。はい、じゃあ、それでようやく着きました。はい、お疲れちゃん、ビビちゃん。